り、お前たちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。果たしてそれから何年経ったのか俺にはもうわからない。でもいずれ必ず突き止めてみせる。目覚めてからずっと一人でさまよっていた。2ヶ月前君と出会うまで。おう、あの時お前がいなかったらオイラはもう毒に溺れ死んでたからな。だからオイラも案内役頑張るぜ。そろそろ出発の時間だ。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神像。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？像は七つの元素を封じ、ほら言葉は歌となり風と共に流れるだろう。その中にきっと妹さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし急ごう。
どうだ？この世界の人が力を得るには、ここから西へ行く。モンドは心臓、それと、よし！この世界。怖がらないで。安心して。僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？私はセピロス騎士団の偵察騎士、アンバーよ。
あんたモンドの人じゃな、落ち着いて。怪しい人はみんなそう言う。ここら、それからそのマスコットは何なの？全然違う。マスコット、とにかく近頃。そうだ、え、任務が。もちろん。それに怪しいものを放っておく。あ、謝るよ。ぎこちない騎士団が。ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で妹と離れ離れになってな、オイラはこいつと一緒にその妹を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。おお、そうだ、今請け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？あ、ヒルチャール？